こんにちは。7月20日の、メンバーシップ情報ですね。情報倉庫の中では月額390円でどの情報一つを取っても数千円から数万円儲かる方法、こんなものをお届けしております。でですね、この情報の使い方なんですけども、もちろん自分で使って自分一人で得する手もありますけども、そういう薄っぺらいことではなくてね、この自分にものすごくいい情報だなと思ったものっていうのはなるべく多くの人に伝えていく、これが大事なんですよ。そうするとですね、もっと他にないですかっていうような問い合わせが来るようになるんですよ。そのためにインターネット活動なんですよね。今までインターネットでメールマガジンをやったことがない、 SNS 発信したことがない、 YouTube をやったことがないっていう人にはこの情報倉庫はうってつけです。まずは私の情報倉庫の情報をね、ネタとして使って多くの人に得をさせる、気づかせる、発見がある、利益を得る、こういう情報をどん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 発信するといいと思います。私から受け取った情報はもう皆さんのものですから、あなたが使いたいように使ってください。今日のネタはですね、 T ネオバンクです。 T ポイントってあるでしょ。この T ポイントを自動増殖させる、そんなね、サイトがあるんですよ。それが T ネオバンクっていうんですけどね、そのことについてちょっとお話ししようかと思います。まずですね、 T ネオバンクっていうのは住信 SBI ネット銀行と T マネー社が共同で、提供している銀行サービスになります。以前もね、みんなの銀行っていう銀行サービスをお知らせしましたけども、今回も銀行サービスのお知らせでございます。前回は福岡フィナンシャルグループでしたけども、今回は共同提供の銀行サービスですね。 T 会員限定で口座開設ができる住信 SBI ネット銀行の専用支店となっていますので、ここを前置きにしてください。そしてこの T ネオバンクの特徴なんですけども、普通預金金利 0.01% ね、ちょっと痛いですね。で次ですけども、 ATM の手数料月2回まで無料です。それ以降は1回110円です。で振込手数料は157円、でこれは月1回までが無料です。で ATM の手数料っていうのは入金も1回としてカウントされますので、お間違いなく。そしてこのね、 T ネオバンクという銀行サービスは T ポイントを増殖するための銀行としてかなり有名でございます。ですからその辺だけをね、狙って使ってみてください。で今回メンバーシップの方に入っていただきますと、メンバーシップの方では限定動画としてですね、T ネオバンクの T ポイントの増殖方法をお話してますのでご期待ください。そしてこの情報ね、まだ知らない方たくさんいます。 T ポイントを眠らしている方はものすごく多いです。ですのでどんどんね、あなたから知らせてあげてください。そうするとですね、もっと T ポイントの情報ないんですかっていうふうなお問い合わせが来ると思いますんでね、もうガンガン使ってください。それでは、メンバーシップでお会いしましょう。